皆さんこんにちは、ひなです。本日はですね、バロックさんのブランドを使って春夏のルックブックをやっていきたいと思います。で、この期間シェルターデイズというお得にお買い物できるイベント開催中みたいなので、よかったらこちらもぜひ詳細チェックしてみてください。概要欄の方にも貼っておきます。ちなみに私の身長162センチです。よかったら最後まで見ていていただけると嬉しいです。はい、それではまず一つ目のコーディネートからですね。一つ目は私がオープニングの時から履いていたこのデニムに合わせて着替えていくんですけど、このスライのシャツに着替えていきます。このスライのシャツは少しデザイン性のあるシャツになっているので、今回は私は下の方だけボタンを開けてこんな感じで着用してみました。で、これに合わせて小物はサングラスつけるのと、足元は少しヒールのある靴を選んで、バッグはスタイルミキサーのめちゃくちゃ可愛いね、このワイルドベルトスクエアバッグを使ってみました。本当にこのシャツがデニムとの相性めちゃくちゃ良くって、着心地もよく可愛いですね。で、履いていたデニムアズルバイマウジーのものなんですけども、すごく足の形が綺麗に見えるので、もうすでにかなりお気に入りのアイテムになってます。ちょっとね、シンプルだけど所々にポイントを詰めた、そんな一つ目のコーディネートでした。はい、では続いて2つ目のコーディネートはデニムはそのままで、こちらの淡いブルーのトップスに着替えていきたいと思います。ちょっと今から着替えるのは少し夏先取りなコーディネートかな。このトップスも本当に可愛いんですよ。透け感があってめっちゃ可愛いんだけど、靴はマウジーのこのミュールを使っていきます。すごくデザイン性のあって、このミュールもね、華やかで春夏っぽくて可愛いですね。で、バッグはこの私物のバッグを使っていきます。はい、こんな感じです。さっきも白を使っていたので爽やかな印象のコーディネートだったかなと思うんですけど、またさらにこう春夏感がより増す、そんなコーディネートになったんじゃないかなって思います。トップスがね、透け感があるんですけど、中に合わせているトップスはスタイルミキサーのカップ付きのブラトップです。これもすごい使いやすかったアイテムですね。今すぐにこのコーディネートを着る場合は少しまだ肌寒いので、上からジャケットを羽織ってあげるのもとっても素敵だと思います。では続いて3つ目着替えていきたいと思います。3つ目はね、全身着替えていくんですけど、このアズルバイマウジーの黒のカーディガンですね。すごくね、これ軽い素材のカーディガンになっていて、チクチク感とか全く出ないような素材で作られてます。で、パンツもアズルバイマウジーのこのハイウエストタックスラックスを使っていきます。はい、オールブラックでかっこよく決めていきたいと思います。で、靴も黒がいいかなと思って黒を選んでみたんですけど、ヒールがあるものじゃなく、少しナチュラルなカジュアルな、そんな印象にも持っていきたかったので、ペタンコの靴を選んでみました。で、全部着替えたところでカーディガンボタン開けてたんだけど、閉めてもいいかなって思ったので、最後バランスを見て全部ボタンを閉めて整えてみました。で、これに合わせてバッグは少し差し色で春らしいカラーのバッグを持ってきてみました。はい、こんな感じのね、すごく楽ちんなんだけど、客観的に見た時にはちゃんとこうきちんと感のあるような、そんなコーディネートにしてみました。で、このカーディガンなんですけども、丈自体はちょっと短めで、全体的にちょっとこう横に広がってるようなデザインなんですけど、首元がこうやって V に開いていることで華奢見えするので、めちゃくちゃ私も気に入っているアイテムです。で、パンツね、このスラックスもこう本当に春夏らしい素材のサラッとした素材でできているので、かなり涼しく着れるので、これからの季節大活躍だと思います。はい、こんな感じのね、ちょっとシンプルなコーディネートを3つ目は作ってみました。はい、では4つ目はこちらのマウジーのイエローのカーディガントップス着替えていきたいと思います。ちょっと首元の部分にチュールが重なっているのがポイントのトップスです。着心地もかなり良くって、伸縮性もあるので割とタイトめなトップスなんですけど、すごく使いやすい、動きやすいアイテムでしたね。
で、パンツはアズルバイマウジーの、はい、こちらのワイドカーゴパンツ着替えていきます。ちょっとボリュームのあるようなボトムスになってます。で、足元はマウジーのこのレースアップミュール使っていきます。で、まあ、これにちょっと小物サングラスとかつけてもいいかなって思ったので、サングラスつけるのと、バッグはちょっと可愛い感じで、はい、これスタイルミキサーのギャザーバッグなんですけど、可愛くないですか？ちょっと全体的に、まあ、かっこいい感じなんだけど、春らしい色で明るくまとめてみました。甘くなりすぎず、私個人的にもいい感じに仕上がったんじゃないかなと思うんですけど、このマウジーのトップスのデザイン見ていただくと、前の方だけがちょっと長めな、斜めにこうカットされているような感じなんですね。なのですごいこうくびれがキュッと見えるような感じでスタイルアップするし、パンツもすごく履き心地よかったのと、まあ、何よりこのねスタイルミキサーのバッグがこういう風に長さ調節ができて斜め掛けもできるんですね。なので肩掛けだけじゃなくって斜め掛けでこうやって持ってカジュアルな感じで整えてもいいし、まあ、ちょっとこう肩に持ってもいいかなみたいな、そんなスタイルです。はい、では続いてこちらのマウジのデニム着替えていきます。こんな感じです。このデニムね、本当に美脚見えするっていうねデニムで、かなり人気だと思うんですけど、もう本当に超細見えします。で、トップスはこの淡いブルーのショート丈のシャツ着替えていきます。はい、こんな感じのちょっときちんと感のあるようなコーディネートなんですけども、バッグはいろいろ悩んだ結果、まあ、ちょっとこう綺麗めなバッグにすることにしました。はい、こんな感じのスタイルアップを目指した、でもいろいろトレンドのアイテム詰め込んでるよみたいなコーディネートです。で、このまずシャツなんですけど、名前にあるように3ウェイのレイヤードシャツになっているので、いろんな着回し方ができます。今回は私全部閉じて着てみたんだけど、まあ、こうやってベスト外したりだとか、まあ、そもそもベストを使わなかったりだとか、いろんな着方が楽しめるのですごく使いやすそうだなって思いましたね。で、まあ、何より本当にこのマウジーのデニム、かなり形綺麗で着心地がいいので、スニーカー合わせはもちろん、ヒールで合わせるとさらにスタイルアップ効果が狙えていいんじゃないかなって思いました。はい、では続いて6つ目のコーディネートはこちらのスライのロゴティー着替えていきたいと思います。ちょっとサイズ感はオーバーサイズのシャツになってますね。はい、まあ、このままねデニムでも別に可愛いんですけども、パンツをちょっと着替えていきたくって、さっき使ってたこのアズルバイマウジーのスラックス着替えていきます。 T シャツはなのでちょっとボトムスインをしてみました。で、足元はちょっと高さのある、靴を選びつつ、で、まあ、ちょっとこう袖とか整えながら、ジャケットスタイルミキサーのこのリネンのジャケットをね最後合わせてみました。バッグは黒でまとめます。はい、こんな感じのコーディネートです。私、まあ、今回作ったコーディネートの中でどれも気に入りなんだけど、これ結構好きなコーディネートなんですよ。ちょっとこう遊び心もこのロゴティーで入れつつ、でもジャケットとパンツ、まあ、足元とかで綺麗めなきちんと感も出している、そんなコーディネートすごくツボなので、え、可愛いって自分であの作ってみて思っちゃったんですけど、もう何よりまあ全部ね本当に着心地がいいのと、なんか全体的にこうダボっとしてる感じなんだけど、本当にすっきりと見えるようなアイテムたちになっているので全部おすすめです。はい、ではそのまま次着替えていくんですけど、こちらのパンツなんとジャケットと全く同じ素材のもので、セットアップで着用できるものですね。はい、こんな感じです。爽やかなね感じで全身オールホワイトにしたかったので白でまとめていきます。ちなみに今中に着ているこのカップ付きのキャミソールもスタイルミキサーのものです。後ろにデザインがあってとっても可愛いです。で、バッグはこのワンハンドルショルダーを使っていきます。はい、こんな感じです。さっきもジャケットスタイルではあったんだけど、こっちはまたこうより爽やかな感じが出てるかなって思いますし、まあ、セットアップっていうこともあるので、なんかよりこうオフィス感とかも出るかな。で、このバッグもすごく使いやすくって、持ち手の部分をサイズ調節できるので、こういう風に斜め掛けしてあげるのもすごくいいと思います。まあ、さっきよりはちょっとこう綺麗めな、そんな雰囲気にまとまったコーディネートだったんじゃないかなって思います。
はい、では続いてはワンピースに着替えていくんですけど、なんとこちらもね、このジャケットパンツと同じリネンのストライプ柄の生地でできてるワンピースなんですけど、はい、こんな感じでちょっと甘さのある春夏コーデにしてみました。可愛くないですか？もうめっちゃ可愛いと思って、私もね実際に着てみて思ったんですけども、全体的にこうボリュームのある感じのワンピースになってるので、まあ他はシンプルにコンパクトにまとめた方がバランスが取れるかなと思ったので、小物はこんな風にまとめています。本当にこう歩くたんびにこのスカートの動きがめちゃくちゃ綺麗で可愛いので、もうデートコーデとかにすごくぴったりだと思います。はい、では続いてこちらですね、デニムと白のトップスに着替えていきます。はい、こんな感じです。ちょっと甘さのある感じからね、少しこう強めなでもカジュアルなそんな雰囲気に着替えてみました。でこれにバッグはさっき使ってたこのスタイルミキサーのギャザーバッグ合わせていきます。本当にこのバッグがこう肩から斜め掛けをすることによって、なんかそもそもそれもコーディネートの一部、洋服の一部みたいな感じになってめっちゃ可愛いので、割とシンプルなトップスとかでもすごい映えると思います。でね、この T シャツもねすごい可愛いんですよ。レースのトップスなんだけど、これもめっちゃ華奢見えします。うん、でこのマウジーのデニムもね、デザインがすごい可愛い。このダボっとした感じが私のドツボなんですけども、ちょっとまたねこのデニムを使って着替えていきたいと思います。はい、次着替えていくのが同じく白のアイテムなんですけど、ダブルジップのこのカーディガンですね。こんな感じでちょっとさっきはコンパクトめのトップスだったけど、まあ、ゆるさのあるようなトップスになっております。でバッグは差し色でこの淡いブルーのトートバッグを持ってみました。さっきは少し Y2K っぽい感じの雰囲気出てたかなと思うんですけど、こっちはこうまたねナチュラルな感じの雰囲気といいますか、リラックス感のあるような雰囲気に同じデニムでも仕上がったんじゃないかなって思います。ダブルジップのカーディガンなので、いろいろこれもね着方を楽しめる、そんなカーディガンです。このコーディネートで海に行ったりとかするのもいいかななんて思いました。はい、ではラストスパートということで、次はこのスタイルミキサーのオーバーオールに着替えていきたいと思います。はい、こんな感じです。これも形めちゃくちゃ綺麗なんですよね。で、まあ、これに合わせて足元はちょっとフラットなシューズでいいかなと思って、そのシューズに先ほど着ていたこのダブルジップのカーディガンを合わせてみました。バッグは同じくスタイルミキサーのこのスクエアバッグですね。はい、こんな感じの少しモード感もありつつ春夏らしい印象も出るような感じでまとめてみました。綺麗めに見えて全部着心地がすごくいいからめっちゃ楽ちんなんですよね。しかもこのスタイルミキサーのバッグも本当に荷物めっちゃ入るのですごい使いやすいと思います。このオーバーオールは1枚でね簡単におしゃれに決まるアイテムなので、今だったらこういうカップ付きのキャミソールに合わせるとすごく可愛いし、全然秋とかでも下にタートルとか着て可愛く決まると思うので、割と一年中使えるようなアイテムなんじゃないかなって思います。はい、ではラストなんですけど、ラストはこちらのスタイルミキサーのワンピースに着替えていきます。はい、こんな感じです。これもねちょっとボリューム感のあるような上品なワンピースになっているんですけど、足元はバレエシューズにしまして、バッグも黒でまとめた、これもこう記念日デートとかにぴったりな感じでいいんじゃないかなと思って作ってみたコーディネートです。このワンピースなんですけども、ベストがレイヤードされているワンピースになるので、まあ、今回私そのままね上から重ねてきているんだけど、まあ、別にそのベストを外して着てあげたりとかしても可愛いと思います。はい、というわけで以上12コーデご紹介してみました。どれもめちゃくちゃ可愛いので、ぜひ期間中にシェルターデイズ皆さん覗いてみてください。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ではバイバーイ。